まずは2024年令和6年1月1日野党の方で大きい地震がありましたまずは皆様方、被災された方お見舞いを申し上げます拓見師相原と申しますこの動画は小田原や不動産の難しい事柄事象などを噛み砕いて解説します今回は令和6年野党地震を見て小田原市民として 防災意識を高めようについて解説します。えー、今回ね。本当にお正月と。またね。自然というもの自体はね。人間界自体の生活のこういうね。行事に関してね。合わせなりまたお正月帰省しててね。被災者なんて方も結構多くてね。しかも他の地震と比べて日にち日にち追うごとに本当にまあ、こんだけの大きい地震だから。 2日目ぐらいはね、えー、お亡くなりになられた方が一桁台だったけどそんなわけないだろうと思ったらやっぱりねこういう形だからみんなあの建物に倒れされちゃってね、えー、まあ今回こんな悲しい事実出来事がね令和6年迎えてるとは思わなかったと思うんですけどね。 あのこの地震を受けた上でです、ね、緊急で動画を2本まず上げました、大工の鈴木社長という方とです、ね、2人で,です、ね、緊急に1月4日、令和6年、撮らせていただいた、その建物被害状況を見て、まあ、この状況を踏まえた上で、これから建物の防,防災、耐震ということを考えてもどうでしょうかって動画を2本上げました。 一つは建物被害の状況を見るものもう一つは精神ダンパーというですね建物をこう揺れから守るという形のものの,、まあ、その装備のことに関しての動画に本あげてましたこれも下にタグを貼っておきますそしてあの私はアナリティクスという動画のまあ視聴の維持率とかそういうまあ見るデータのページがあってそれをよく見るんですけどこの地震が起きた以降ですね一つは日本一津波が早く来る町小田原という動画2本目が 関東大震災の状況をまとめた動画、まあ、これはこの日本に関しては通年して回っていた動画なんですがやはりこの地震を受けてまた再生回数が非常に増えてまいりました。 まあ逆に言うとこういろんな揶揄してまあ本当にバッと悪評価を打ったり,いたりという方も結構いらっしゃるそれ僕の拙い説明ということももちろんあるんですけど、まあ、極端に言うとまあそういう悪いまあことを言っていただいても構わないんですけどその情報を知っていただくこと自体でいざ何かあった時にあった時にね それが一つ、ね、あの時あのバカ谷があんなこと言ってたわってこと自体で皆様の命がそしてそういうことがあった時のまあ生活がということが維持されるんであればもう私は喜んで、ね、悪評価もバットも受けさせていただく、まあ、もちろん、ね、大変大きい高評価コメント欄も頂戴してて本当にありがたいところなんですけど、まあ、そういう部分を思いながらも、ね、動画のまあ再生回数を見たりする、まあ、人間というのは忘れ,が忘れやすい人間なんで1か月、2か月すると風化されるようにこの話も忘れてもらったら困るなと。 思いつつ今今日今一度この動画を上げております、まあこれを受けてちょっと私一本新しい動画をまたこの「上み解説」で上げようとも思ってますのでまたその際は皆様にご案内をしたいと思います。さあ今回の能登地震なんですがこの前の、えー、建物被害状況の動画これぜひ見てからこの動画を見ていただくと助かるお話になるんですけど、まあ、その撮影を受けた翌日にももこの動画撮ってますんで。 やっぱり建物の木造の被害が非常に多かったですで、やはり小田原エリアでもああいう木造建物が非常に多い密集エリアというものはありますまあ昔からね、正直言うと旧大震である建物がいっぱい立ち並んでいるエリアというのは非常にあります当然建物倒壊というリスクも非常にあるんですがその2日後かな に起こったた北九州でまた大きい火事がありましたあの市場のところもそうだよね。あと今回の和島でいうところの和島の朝市があるあの旧市街地というんでしょうかね。ああいうエリアの火災もありました。小田原に関してはやはり建物の倒壊プラス火災という部分の被害というもの自体これをまず第一にと思うところがあります。これは阪神大震災だったり あとは十勝沖地震、あとは奥尻島地震だったりという部分、当然津波のリスクもあるんですけど、やはり建物が倒壊して、倒壊したときにそこで火が起きちゃって、そして火事で一面が燃えてしまうというリスクが強いエリアというものがあります。 まあ端的に言うと小田原市の旧市街地と言われるところですよねやはりそういうところに関しては僕は正直恐れず言えばですよ恐れず言えば津波よりもそこが僕は怖いと思っています実際阪神大震災都市型災害と言われる形の大被害この部分を見たとしても津波の被害というよりはやはり火事倒壊というイメージが非常に強かったです今回の輪島市珠洲市 だったりね、この辺二つの建物やっぱ建物倒壊していて生き埋めになられて尊い命が失われているケース今回帰省しているからおじいちゃんおばあちゃんが一人暮らししている逆にね帰省している家は良かった何かあったらそうおじいちゃんおばあちゃんは外に出せるから、うん、あの今回お仕事忙しくて帰省できなかったという家がおじいちゃんおばあちゃんが二人暮らしいや一人暮らしで古い昔から旧家住んでた家っていうのが生き埋めになっていて。 それいまだ,未だに生存確認もできてないというケースがこの1月5日現在でもあるというのが元凶です。 まあ小田原の場合だと帰省するって言ってもそんなに距離感遠くないですからね気軽に帰ってこれる形があるかもしれないですけど、まあ、当然、まあ、今回はこの1月1日にまた特別な日に地震,、ね、地震が起きてしまいましたがそういうこと日ばかりでもないですし阪神・大震災みたいに朝方5時ぐらいの地震っていう可能性も十分ありうり熊本地震みたいに夜9時に連日大きい地震が来るってことだって ありうるそうなればご高齢者が1人に住んでる可能性ってありえますよね旧市街地古い家の実家なんてイメージしたら皆さんそこにお子様やお孫さん自体がお住まいになられてるってイメージってなかなかつかないですよねそういうところ自体がこうやって火事になってって形になっちゃうとやっぱ今回みたいなケースって考えられますね火事というのは自分自身が耐えられたとしても厳しい言い方しますけど隣の失火 隣が火出ちゃったいやいや向こう3軒に溶だらり隣以降の遠いとこから火が出ちゃったって場合でも自分が被災するっていう可能性が十分あり得るわけです火災保険だって対応しないからね地震保険じゃないと地震における火災においてに関しては火災保険に対応しないっていうこういうルールもあるそうなんでそういうことを考えるとってことになるわけです当然注意しなければいけないってことになるわけですもちろん今回の輪島でも鈴でも 他の今回の能登半島の各市町村でも津波の被害は発生しています、まあ人によると日本海というね大きい海じゃないの津波だったから4メー,ターぐらいで収まったんじゃないのいやいやこれがやっぱり南海トラフだって南海トラフっていうのは下手をすると東日本大震災をしのぐような地震だと言われてますからね。東南海地震 まあ、東京湾直下型地震小田原の場合ですとねこの前の関東大震災の動画でも言ってますけどもともと目の前が震源地あの根府川あたりから海側を望むと震源地の場所が見えるんだよなんてガイドしてくれた人もいたぐらいですからそういう直下型が考えられるところであれば日本一津波が早く来るということも含めて津波の被害はそれ以上に起こる可能性はあり得るわけですよね。 実際今回ののど地震の方でも山津波山の土石がジャーっと流れちゃって道が封鎖しちゃったなんていうそういう情報映像も今すごいよね今地震が起きたら体隠すんじゃなくてみんなためラ持つからねいやまああの半分はそういうことがあったおかげでねこうやってリアルな地震の状況が僕なんかもこんなリアルタイムでわかるということで。 まあありがたいなと思うところ半分ねもう半分はいやそんなことする暇あったらあんた机の人に隠れるよって気持ちも正直あったりねまあね複雑な気持ちになるよねまあ僕なんかそういう今回の状況を見るとなるほど山津波っていうのはこれは大変だなと思うけどそんなところにこうやってカメラ向けてみれば早く逃げるよあんたさと思ったりもするんだけど、まあ、横に置いといて。 今回、小田原エリアですると、当然、大遊山線沿いだったり、構図だったり、まあ、小田原周辺といえばですね、足柄上郡下郡エリアとなれば、当然、そういう土砂災害の影響あるとこある。加えて、根深川、真鶴、箱根という足柄下郡の山頂に至っては、今回の鈴市、和島市のように、七尾もそうですかね。 道路というもの自体が、まあ、特に湯河原真鶴辺りは海沿いに一本しかない。まあ、箱根だって国道1号線。神、まあ、津から上から降りてくる道もあるけどね。決して平坦な何にも横にないっていうところよりも山の切通し通していくところでしょ。湯河原真鶴なんて海沿いのあの基盤のところずっと行くところでしょ。そうなったらあそこの道が山津波等あったら当然それに対して陸の孤島化するっていうのはやっぱり想定がつくよね。1本 潰れたとして、ね、みんな裏道ガイドじゃないけど山道が通るしてもあそこだって当然やられてる可能性も十分考えうるわけです。まあ、今それ以外八川ら上郡の方で言ったとしても宿根木地域だったり山北の矢賀とかねそういう地域山抱えてるエリア中江だってそうですけどそういう部分のエリアに関してはやっぱり山を抱えてるそして山道山道と書くところであればああやってインフラが止まっちゃう道路が止まっちゃったらインフラ止まっちゃうって可能性が十分ありうるわけですよね。 まあるわけです、まあ、平坦だけの町じゃないからね、まあ、平塚なんかは平坦ですけど小田原ある意味こうずっと平坦ってわけでも実際はないですからね箱根抱えたりっていうところもあと高津の山抱えたりというところも、まあ、高津は断層じゃないかなんて話もあるしねそういうことを考えるとやっぱりそういう交通インフラン崩れたりということに関しての、まあ、問題点も十分考えうるわけです。だから もしそういう状況になったらっていう意識どういう災害がもし小田原で地震が来たら起こるだろうかっていうイメージは持っておいた方がいいと思うんですね。で僕は関東大震災を振り返る動画の中でもお伝えはしましたが小田原エリアの地震に関しては一番教訓としなきゃいけないのは 東日本大大震震災災ととといいいうよりはは阪神大震災じゃないかなか実はずっと思っ思ています、まあ、ただ今回輪島でもあれだけの津波が襲われてるという形を鑑みるともしかしたら阪神大震災よりも今回の能登地震の方の被害状況あとは物資の着方とかねそういうとこを鑑みてもやはりこの辺を一つ「多山の石とまでは厳しい言い方はしたくないけども」 教訓ととすするる必然性は十分あるんじゃなないいかなと思いますだからこそ前回急遽の動画、えー、っと大工の鈴木社長との動画を上げたわけです。なので、えー、どういう建物があの残念ながら被害に遭って大きい被害になったかということ皆さんいわゆるおぼろげな勘だけ。 まあこれはね瓦があるからみんな壊れたんだろうなんて言ってる方多いですけどそれ以外の見解も当然鈴木社長は今までの経験をもとにして解説しています僕の気づかなかったこともいっぱい正直ありましたなるほどなと思いましただからそういう部分でもぜひこの日2本を見てバカにしていただいて構いません揶揄していただいて評価を打っていただいてもありませんいざそのことに関して心に一つでも留めていただければ皆さんの防災意識が高まる一つの糧になるのではないかなと思いますぜひそういう意味でもね 両方の動画、まあ他の動動画画他も含めてねご覧いいいただだければ幸いだと思います重ねてて大変恐縮でございますが令和6年能登地方に関して今回の地震に際しまたあの関連という言い方しては大変恐縮でございますが羽、えー、田空港でああいう事故もありましたこれもいわゆる関連と私は言っていいんじゃないかなという災害だと思っております勤めてそこに被災された方、えー、本当にお見舞いを申し上げさせていただいて動画を終わりにしたいと思います。 というわけで、不動産噛み砕き解説シリーズは、小田原や不動産の難しいことから事象などを噛み砕いて解説します。ぜひ、チャンネル登録、いいねボタン、よろしくお願いします。本当にね、いつ自分の身に降りかかってくるかわからないのが、災害、災いで害すると書きます。ぜひね、防災意識は常に持ちながらというのが、私の皆様に最後のお知らせとさせていただきます。発見師、相原祐介でした。